ゆくきん TV エピデイおーハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは、見てわかる通り おならです。間違えました。見てわかる通り髪の毛を切ったです。いざ振り返ってみると、本当にどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、一応髪切った日をね、カレンダーに入れてるわけよ。伸びてきたかなと思った時に 何週間空いてるかも目安になるし、なんか早めに切りたくなったらもうちょい我慢しようって、まあたかがね、1000円買った1200円だけど、ケチるつもりじゃないけど、なんか早いかなと思っちゃって、自分を戒めようと、だいたい5週間軽くね、目安5週間に1回ぐらい切れればいいぐらいってな、僕のねルールなんだけど、今思うと3月23に切ってるから、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9週間と3日も経っちゃった。すごい。なんかもうここ1週間嫌だったんだよ。もうこの辺がね、ビヨビヨに伸びて、なんかもみあげとかこんな風になっちゃったり、ぐにゃんってなっちゃったり、軽くさっぱりしてたいんだよね、刈り上げで。シミそんなどうでもよくて、刈り上げもね、おしゃれな美容室じゃないから、美容院ダサいんだよなでもそれでもいいの、さっぱりすりゃ1000円カツでね。あともう僕の髪の毛の生え方が変なんだよ。前も言ったっけ、ここに毛がないのかな、こっち、わかんない、生え方が変。どうでもいいか、うん、頭の形が変とかどうでもいいか、もうそれはもうベースが悪いのは知らんあともうおじさんだからいいだよさっぱりすればそうでしょ。すっきりしましたよ。すっきりなのかさっぱりなのか。で、そうそうそう、まあまあこんな伸びちゃったのは、期間も髪の毛もね、本当に1週間前ぐらいにはもう切りたかったんだけど、コロナでなんか1000円カツがどこも休みで、中野にも2個ぐらいあんのに、うん、腹立ったな。切りたいって思ったら超切りたくなるのに、この1週間ぐらいちょっといや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 、うん、髪長くて嫌だなと思いながら生きてて、で、うん、本格的にもう3日前ぐらいに切りに行こうと思って、 QB がバカ並んでる、中野とかでも高円寺とかでも。おととい、あれ3日前、おとといか3日前に緊急事態宣言解除されて、ようやく高円寺の1000円カツもやり始めて、もうしたらもうこぞって行列になってて、みんな切りたかったのを我慢してたのかっていうのもあるし、店内に並んじゃいけないんだって、3密に近くなるからってことで、外で晒し物になるわけよ。1000円カツ並ぶって恥ずかしいわけよ。うん、なんか飯屋に並ぶなら、なんかうまいもののために並ぶ、同じ並ぶって話だけど、なんか1000円カッツダサいって勝手なイメージあって、ダサいんだけど、そうで並んでるのもおじいさんとおじさんばっかり、たまに おばあちゃんとか来るけど、わけわかんない汚ねえおじさんが多いんだよ。私も汚ねえおじさんだけど、わけわかんないし、そう、それに並ぶのが恥ずかしくて、そう、今まで3日前4日前とかもね、あ、空いてたら行こうと思ったのに、もう並ぶのは恥ずかしいって逃げてたけど、これ以上、うん、切らないまんまでいんのも嫌だってなって、
意を決して、うん、並んじゃった。そしたら30分かかって、恥ずかしかったな、待ってる間。うん、で、そう、しかね、なんとか切りましたよ。まあまあ切っちゃえばこっちの勝ちだからな。もうまた5週間後ぐらいは生活も並んでないでしょう。うん、恥ずかしかったけど切っちゃえば勝ち、そういうこと。そうでしょう。ハゲてきたな。別にいいけど、まあいいか。ションボウ登録してね。